マップオブアフリカ1890サファリとは、アフリカ大陸を陸路で移動しながら、野生生物の干渉や狩猟を行うことを指す。語源は、アラビア語で、旅行を意味するである。それが、スワヒリ語のサファリとなり、長い旅を意味するようになった。19世紀後半になって英語にも導入され、サファリは、狩猟目的の旅行、特に、 アフリカ東部を陸路で移動しながら、ビッグゴと呼ばれる大型動物を狩猟することを意味するようになった。現在サファリといえば、アフリカ大陸で野生生物を鑑賞することを指すのが一般的であるが、エコツーリズムの世界的な流行とともに意味が拡大しつつあり、ホエールウォッチング、極地、密林、砂漠など、アフリカ以外の秘境を訪れるツアーも、 サファリと称することが少なくない。また、広大な敷地に自然を再現して、生物を展示するタイプの動物園は、サファリパークと呼ばれ、その中を周遊することも、サファリという。なお、スワヒリ語では現在でも、サファリといえば単に、旅行を意味する名詞であり、例えばバスで離れた街に出かける場合も、そのように呼ばれる。アフリカの多くの動物保護区で、 サファリが開催されている。特に四輪駆動車などで草原を走り回り、野生動物を観察することをゲームドライブと呼ぶ。この場合のゲームは狩猟動物を指す。サファリをテーマとした多くの冒険映画が制作されている。カーキ色やヒョウ柄の衣服、サファリジャケット、ピスヘルメットやつばびろのサファリ棒など、サファリで使われた服装がファッションとして定着している。 1998年に出版されたサファリスタイルはアフリカのサファリオーロッジを元にした建築をテーマにしている。ありがとうございます。